ロック開発株式会社は、かつて存在した、イオングループの近隣型ショッピングセンター事業を展開、運営するデベロッパー。大和ハウス工業とイオンの共同出資により、設立されていた。2011年8月31日をもって、イオンの完全子会社となり、同年9月1日にヨンタウン株式会社となった。会社名の、ロックは、 ラントオーナーカンパニーの頭文字を取ったもので、大和ハウスグループの土地有効活用事業の名称でもある。大和ハウスによるイオングループ向きの中小型ロードサイド店舗開発の事業主体となっていた。2000年代以降は工場跡地への進出が多かった。イオンリテールやイオンモールが大規模複合型 SC を展開する。一方でロック開発による SC は、 中規模のオープンモール型ショッピングセンターを主に展開していた。具体的にはマックスバリュやカスミなどの食品スーパーを各店舗とした中小商圏における低層の独立建物が集合している近隣型ショッピングセンターと呼ばれる携帯の SC を展開していた。2008年度からはディスカウントストア業態であるザビッグを各店舗とした SC も増加している。 従来は、戦術のオープンモール型 SC、ロックタウンを展開してきたが、近年は、コミュニティセンター機能を持つエンクローズドモール型 SC、ロックシティを並行して展開しつつあった。2011年8月31日、同日付けをもって、イオンが、大和ハウスの保有する全株式を取得して、ロック開発を完全子会社とし、翌9月1日をもって、社名を、 イオンタウン株式会社に変更することが発表された。ショッピングセンター名は、ロックタウン、ロックシティ及び、イオン川の SC が、同日付で、イオンタウンを冠にした SC 名に変更され、看板も順次変更された。本社もイオングループ各社の本社が入居する千葉市、三浜区に移転している。なお、ロック開発によりオープンした最後の SC は、同年2月1日にオープンした、 ロックシティ姫路ショッピングセンターであった。もともとイオンタウンの名称はイオンリテールを含め全国のマックスバリュー運営会社やイオンスーパーセンター運営会社等がそれぞれに展開している NSC に用いられてきた故障であり、ロック開発の称号変更前から存在している。多くのイオンタウンや NSC 形態もしくは類似の小規模。 ショッピングセンターは2011年11月21日付で、イオンタウンに移管されている。なお、イオンと大和ハウスの提携については、マックスバリューなどを各店舗にした、小規模ショッピングセンターの開発に LOC システムを採用するなどの形で継続されている。全国に45カ所の SC を展開した。北海道、北陸、沖縄には未進出。 大半の SC は、各テナントが、マックスバリュー、または、ザビッグだが、立山、大田、川野江日向ワイオンが、水戸南、森屋、佐野は、霞が、各テナントである。このうち、ザビッグは、集南を除いてすべて、マックスバリュー、ジャスコ、ヤオハンからの転換店舗。また、以下の SC は、イオングループの店舗が進出しておらず、イオングループ以外の企業が、 各テナントとなっている。これらはいずれも他のイオングループが運営するショッピングセンターなどが隣接しているためである。なお、徳島県のイオングループのショッピングセンター形態による店舗は、イオンダウンへの名称変更時点で北島、揚げ板の2つのロックタウンのみであった。店舗ごとの詳細については公式サイト並びに、下記テンプレートリンク先の各 SC の記事参照。ありがとうございます。